さあ、始まりました。トゥナイト 5! よいしょー はい、この番組は、吉本沖縄に所属する芸人が、月曜日から金曜までの23時から1時間お送りするラジオ番組となっております。そして、本日水曜日担当は、吉本沖縄に所属しております、ピン芸人の千年隆と、利根川ホップキンス岩田優斗と、利根川ホップキンス又吉です。ですはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いいたします。メガネになりましたね、全員が。あ、本当だ。 ラジオでは伝わりませんけれどもそうですねじゃあもう早速ツイキャスとかもう来てますねあらさっきも言いましたがレイピョンさんこんばんは岩田さんの髪型切ったんですねお似合いですそうなんですよ1年ぐらいね長く伸ばした髪をばっさり切ましたね長い時の髪型が好きでしたあらうん 切る前に言っていただければなあ。切らなかったんですけどね。切らなかったなこれ。言ったら切らなかったん修正程度にしなくちらない。今日切ったんですか？うん。ええ先週だよ。ああ先週。うん。あれ？うん。あれ？わかんない。覚えてない。覚えてないな。あのね一応よ。一応ですよ。うん。僕今日髪切ったんですよ。 ええ一応ですよいやんか嘘だ違う嘘だ嘘じゃねえよボケボケじゃねえよなっほかのりおいん聞いてこいじゃあコワの優しいおじさんに全体ですよだから伸びてたでしょだからロン毛だったからロン毛だから長いとこ切らんとさ そったんじゃなくてまあそったとまあまあそったっていいや一応今日切ったんですけどああいいじゃないですかんか全体的に岩田の髪型に会話が進んでたんでいやまあまあやっぱりそのねじゃ変わりようがさ違うから今日切ったんかなと思ったわけそしたら岩田も先週とかじゃない今日が先週に負ける 確かにな。過去が勝つってことあるんだな。とても悔しいです僕は。変わらなさすぎてとても悔しいです。もっと切ればよかった。それなくなっちゃったらもう毛なくなっちゃう。あるよ。あるわわなめんな。ああ。 さんがさっきのじゃあまた1年後に期待してますああまた伸ばすのか結構長かったからな1年 098TV のあれでしょパーマ特集だったんだけど天然パーマの回ですごいねそれで出ましたんでねいや本んにびっくりそんな題材で取り上げて出させてくれるんだっていう驚きがねありましたけどもいいないいないやいや いやでいやいやいや,いや,いや <laughs> 全然いいからそれはそのうちだから知念の、うん、知念がじゃあ何だったら、うん、どういうくくりだったら呼ばれそう言ったらちょっと<あ>なんかくくりがあるわけじゃんあ<ー>あはいはいはい何々何何何的な。 あのー、学生時代あまりいい思い出ない特集みたいなのをカントバスる自信があるマジでー <laughs> ホームランカントバスる自信があるエピソードがね豊富だからねただ俺以外にいるのかっていうねいやいやどうなんですかそこらへんはあとそういうのはあんまなんか言ってていい,いいテレビなのかっていう、ね、なんかあ,ーあのね、まあまあ、098TV かってことそうそうそう まあどうなんかなか一応でも天然パーマも、うん、パーマで悩んでたと今まで、うん、それをこうでもパーマでいいこともあるよとかパーマでよかったみたいなことも見つけていこうみたいなトークの進め方だったから、うん、ああはあはあはあ、うん、そのマイナスネガティブからの、うん、今はこうなったとかも見せれれば全然オッケーだからあなるほどね、うん、ここまで変わりましたよと。だから,そのだから知念は、うん 学生の時あんまり行けてなかった的なくくりだったらもうすぐあもう行けるすぐ行けるあとコウタ君がチレンさんここりちのともきさんと一緒に出てほしいってあるからなんかちょっと思ったのはそのなんての同級生特集みたいな実はこの人たち同級生でしたとか学校一緒ですみたいなだったらモデルとともきも一緒出るセットで出れるし。 そういう人とかってにもいるかなと思うアリン・クリンのクリスと鈴川沙希さんも同じ学校の同級生それこそオーシャンもそうだよね新規とあまあまあそうね新規とあそっかそんな感じでこの同級生特集じゃないけどコンビはでもいるんじゃないコンビの垣根を越えたらあれなんかそれこそピーチキャッスルとかは中学分かんないけど一緒とかでしょ そうだねからかそういうコンビで一緒みたいな人はちょくちょくいるかもなそうよね他の事務所とかでもそのなんつうの事務所間を超えて同級生は珍しそうだなうん知年はだからココレッチの友樹さんと友樹一緒なんだねだしもうワニ先生もいるしねワニ先生ワニ先生はもう高校の時の先生だからえワニ先生から授業受けてたのあ受けてたでそうなんだ そうなん当時のオロッコの先生だからはあこうた君が「ナミちゃんと FEC の秋りってはあやっぱいるんですよやっぱこうやっていいかもしれない今族衆ほんと秋範さんうんあの同期のよね大城経由そうそうそう大城経由おおっ今 FEC でピンでああ YOEC 規制のそうそうそう

俺らしか分からないわ <laughs> そうそう養成所でこのネタ見せの授業があってそのネタ見せの、うん、俺らのワ o ヨシ1期生の一番最初のネタ見せの一番最初にネタやったのがその、うん、FEC の今秋のりの面白系と、うんうん、が当時組んでたミヤビックってコンビだから <laughs> 言ったらその。<laughs> 秋のりから吉本の漫才は始まった吉本沖縄の漫才は歴史が始まってるわけだからっていう見方もできるっていうねうわあ奈美ちゃんと同級生なの三島ってこと高校か首里高校だったらしくてへえあそうなんだいるよいる意外といるへえルイピョンさん「ワニ先生私の高校にいます」 高校バレるかもですがあ今はまあ把握してないですけど多分すぐバレますねうん、えー、<laughs> まあまあそうそういえばだから俺が流大生だった時に流、うん、大の4年児だった時4年生だった時に、うん、俺あのー、ゼミっていうか研究室が「はい、あの自生研」って言って、うん、まあ,あのなんかちょっとそういう 九州沖縄地区でも屈指の施設だったんだけどそこで何ができるかっていうと液体窒素何つうの液体窒素ってこの常温だと熱すぎて沸騰しちゃって気体状態になっちゃうんだだから液体状態の窒素ってうマイナス何度とかなのよそれをその施設だと自由に作れるみたいな。 おおで、それをなんかワニ先生がその授業で液体窒素を作りあの使いたいってことであの分けてくれみたいな感じ。俺が四年生の時に流大のそのあの施設に来たりしてたよ。通ってた。液体窒素もらいもらいに通ってた。ワニ先生。すごいな。すごいことしてる。あれっつって。見たことある。 <laughs> あ本当に先生やってんだ思ったよその時 <laughs> しかも液体窒素を実際学生に見せるっていうことをするっていうのは、うん、まあまあ この教育欲がある人だと思うあ<ー>、うん、そうなんだねなんかだってそんなのしないでも全部、ね、国板での座学だけでいいじゃん、うん、実際そういうのをしっかり見せに行こうみたいなのは多分多分生徒にしっかりも教えるっていう意欲が高い先生だと思う <laughs> なんで芸人やったんだろうな <laughs> 先生、ね、しかもあれっていうしねこの公務員じゃん先生だから、うんうん、だからその公務員の人ってそのそれ以外からお給料もらっちゃいけないから はあそっかオリジンコーポレーションでのライブ出演とかそういったもののギャラもらってないっていう話だからねマジでだから勝手に所属して勝手にやってるボランティア的なことボランティアでそうよはあ別に売れたいとかそういうまあ売れたらもしかしたら芸人先生辞めるのかもしれないけどまあまあ今だから別にノーギャラでえすごいやってるらしいよマジかうん こういう話をしていいのかわかんないけど。そうだな。わしちょう松岡さんとかもそうなのじゃ、グランドパレスの。いやわしちょうさん別に公務員じゃないから、あれ公務員じゃないのかな。かけないか。公務員じゃないからね。あ、そうか。もらうもんはもらってる。もらうもんはもらい、借りるものは借りる。あのやろう。とこまでお金儲けんだ、あいつは。そんなに余裕もなさそうだけどな。いや、わからんけど。 まあ奥さんと娘がいるからある程度稼いではいるんでしょう。はね。さわやさんがうわちゃ色もなったー残りももうちょい仕事頑張ってきます最後まで見たかったなー。ーーではままっ行ってまいります。って行ってらっしゃいし。行ってらっしゃい。ゃいそんな時間に働いてるんだね。うん大変なこれ、えー。大変だね。夜勤みたいなこと？あのー、なのかな。まあそうだよねこの時間って、うん。ちょっと全然話変わるんですけど。うん今日僕あのー。 髪の毛切ったんでしたっけ?。いや違う違う違う。その話またやん。広げない。聞くけど。話変わって。そうそう、変わってないし。もうそんな大して話題ないからさ。ごめんごめん。あの。試食販売の、あの、仕事あるじゃないですか。ああ、吉本沖縄の芸人が。まあ、イオンモールのに行って、この吉本の商品をちょっと販売する。そうそうそう。仕事。はいはい。それで、今日僕それを、ハイバルのイオンであったんですけど。うん。 あのーまあ、今ツイ,ツイキャスコーズ航く君が来てるけど、うん、通信部の中もともとツーシームでやる予定だったんだけど、うん、ああの金城君がどうしてもなんか仕事かなんかで来れないから代わりにちょっと中村と一緒に入ってくれって言われて、うん、なるほど、うんまあ、俺は何度かそのライカムでやったりとか那覇のイオンでやったりとかしてて普通に2人でやってたんだけど、うん、まあ,あれ結構長いから2人でこの。 交代ずつやろうぜっていう流れになってて1時間交代ずつで俺が休憩の時にこの早原のイオンバーってこうフラフラと回ってたら久しぶりに野原に会いましてあ<ー><ー>野原っていうこの沖縄仕事の3期の,3期のどんぐらいぶりなの知念はいやもうだいぶもうだいぶぶりだなへえー、34か月ぶりぐらいかなあ<ー>そんなになずいぶんってなあ まあなんか噂には聞いてたんですけどバスケにはまってるみたいないや彼そうらしいっすねでなんかすごいラフな格好してたわけねまさかと思って「お野原とどこ行くんだこれからバスケです」と「裏切らんなこいつ」と思っていやそうなんだなんかそういう話とかしててさあのまあ確かにその知念はそんな感じだったかもしんないけどうん いや俺らも昨日野原に会ってんのよあ,あそうなの <laughs> まあ、ね、なんなら、うん、俺昨日野原とバスケの話2時間ぐらいしたんだ、うん、<laughs> そうよそうなんだ、うん、バスケの話なんだうんなんかね、うん、あいつマジだよあそう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 なんかマジらしいのよねうんなんかもう正直うん もうプロバスケットボーーラになりそう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 そんな甘い世界じゃないんじゃない俺よく分かんないけど言ったら自分のバスケット能力を試してみたいっつってルカワ的なルカワみたいになって多分あいついずれアメリカ行きたいとか言アメリカに行く前のルカワ安西先生にお願いする時のあ面白かったんだよななんか昨日話した感じだとその バスケやってて、うん、なんかあのー、今週3か4ぐらいでやってるとうん、うん、バスケを、うん、で自分は高校からバスケをスタートしたんだってほうほうあ意外と遅いんだなそう高校高校からバスケを始めたんだけど、はい、その高校の3年間で、うん、シックスマン っていうのは、うん、まあバスケってスタメン5人でしょ、うん、でその6人目のことをシックスマンっていうらしいのよ、はあはあ、ファールが増えちゃったりとかしたら絶対交代しないといけなかったりもするでしょ、はあはあ、だから言ったらまあもう、うん、まあスタメン5人だけどもう6人目も,もうほぼほぼスタメン扱いぐらいの、うん、まあ重要な,ポジ、うん、な役割らしいんだけど。うん そこまで行ったらしいのよ<う>で野原のその時の高校のバスケ部は、うんまあ、県内でもベスト8とか入るぐらいだから別にそんなに弱くないとで、うん、その時当時の高校の先生に、うん、この3年間で一番伸びたのは野原だと<う> <laughs> やっぱりバスケって小学校中学校からやってるやつがいるからうそういうやつが絶対うまいとでも高校の3年でその6まあ県内ベスト8の チームのンぐらいになる、うん、一番伸びた <laughs> <laughs>、うん、で専門学校の2年間でもバスケ部してたんだけど、うん、そこでは、うん、まあ上から数えるぐらいの実力ではあったけどよっぽど超うまい人らがいたと何人か。うんうん、ででそこで俺は バスケはもう活躍できないんだってやめたらしいんだけどその専門で一番うまかったやつが今キングスに入ってるだからやめずにずっとやってたらもしかしたらちょっとなんか引っかかってる可能性があるんじゃないかって思ってで今めちゃくちゃバスケを愛してんの、ね、よ。 だから今入ってるそのバスケチームがまあ,あんまり強くないと交<ー>してる崩壊してるもやばい,い <laughs> 対戦するとこのいろんなこの大会でその対戦するんだけどまあ勝てないと、はい、<laughs> まあまあそうかないかなそれは一人の力だけじゃ確かにねそそ<う>全員がねでなんかその相手チームの選手がいいプレーをしたらもうその敵とか関係なく、うん ナイスって言うって言ってた。<laughs> ダ,メダメだ、これ。だスだ。正直好きすぎて。て相手にしっかり拍手して。正直 <laughs>。ナイスって言う, <laughs> 言うんだ。だから、もう、もう、真剣に、もう、あの、輝いてたから、野原が。バスケの話をしてる時。どうするじゃ。ん今後と。年齢的に、もう、本気でプロ目指すんだったら、もう、そ。まあ、遅いぞと。どうするってなった時に。 なんかそのトライアウトじゃないけどオーディションみたいなのがあったら受けたいと何、うん、な,なら別にもう県外でもいいと自腹切って受けに行ってもいいぐらいです、ねえー、でもそこで受かる実力今あるの、うん、ってなった時にまずズブの白とかゼロ、うん、2> で、まあ、2軍ぐらいにギリ入れるぐらいは100だとしたら、うん、今どんぐらいなの、うん、って聞いたら、うん、ノアラは自分で。うん 今50ですお <laughs> ほうほうほうお<ー>じゃあ100までに持っていきたいんだね今と。<ん>ってなった時にじゃあ何したらいいかっつったら <laughs>、うん、めちゃくちゃ強いチームを探してそこに入らさせてもらうまずっていう話になって <laughs> <まず> <laughs> 昨日ウリズン桜の中曽根がもともとバスケ部だったと学生の時<ー>で知り合いとか兄ちゃん弟がバスケやってると今でも、うん、だからそこでなんかサークル教えてもらう。 ちょっと聞いてみるわとか池江君が俺の友達のバスケのサークルやってるからちょっとそのサークル名だけ聞いてみろとかっていうバッックアプすごいなすごいわじゃあ野原マジもう本当にちょっと次会った時もまたバスケの新しい話させてくれ聞きたいからしてくれって言ってはい分かりましたっつってそれが昨日の昼のまあ 2> 2時ぐらいだったのよ<う>、あのー、午前中ライブの打ち合わせして<う>野原と一緒に「熱血スマイル」っていうライブの打ち合わせして、うん、で12時ぐらいに終わって12時から2時間ぐらい野原とバスケの話して、うん、じゃあ野原はごめんねちょっと話長くなっちゃって俺聞きたかったからさ「うん、お疲れ」っつって「うん、帰りますね僕」って野原帰ろうとしたから「はい、野原この後のスケジュール何があんの?」っつったら<あ>えっとまあ今からご飯食べて。 その後ジムに行って2時間筋トレしてその後ランニングしますってさガチガチに体も作りに行こうとしてるっていうノーアにはガリガリだったけど全然だったけどお笑いは胸筋はつけちゃいけないらしい知らないよそんなのんか動きづらくなるから専門的すぎてんか脇が締まらなくなるからシュートフォームが乱れるから胸筋はつけちゃいけないマジじゃんって思って。 今日もなんか練習試合っていうかその練習が8時からあるんだけど、うん、その会った日がもう6時だったわけね、うん、でももう行きますっつって言ったんだけどもう2時間早い、うん、早っって言ったそうだよ試合までに2時間あるんでしょ早くないって言ったら「うん、いや自周練あるんで行ってきます」二 <laughs> 2>, <laughs> <laughs> 2時間自周練 <laughs> 早めに入って自周練してかよやっぱ違いますよえー、えー、なんかお笑いの方はどうなんだみたいな話にもなったわけ今日。 野原おも<え>面白いのにな一応なんかその「n h k マイルのライブは残ってるああけど正直もそのライブしか残ってないしそれ以外何にもないかもうほぼゼロに近いですみたいな、うん、そっかゼロかつ俺まだ芸人としてやりたいって気持ちすごいあるのかなと思ってたから「うん、あまあゼロっていうのもちょっと厳しいよな」みたいなことをポロって言ったらほ <laughs> <あ>らいやでも俺バスケあるんでっつっ引き合いバスケ引き合いに出してきて。 ジャンプの主人公みたいになってるのよ、今、バスケの情熱がすごい、だって俺、なんなら昨日俺、引き止めたのよ、あそうなんかお笑いもいいかなと思ってるんですよから言うから、やめる必要はマジでないそれの話も言ってた、岩地さんに止められたそうそう俺、マジで止めたから、本当に、どっかでいいように相乗効果でつながる可能性あるから、絶対にね。うん 野原でも俺は野原はもうそのまま頑張ってほしいバスケで行くとこまで行ってほしい確かにそれだからバスケはやったほうがいいと本当になんか輝いて見えてた輝いてみて俺なんか羨ましかったマジにかやりたいことを見つけるってああいうことなんだろうそう本当に輝いてたよ野原がめっちゃ話盛り上がってんの野原と で一応んかその熱血スマイルの打ち合わせが11時に終わったんだけど11時終わってからネタ合わせしようみたいな話してたんだけど熱が入りすぎて俺2時間ずっと楽屋でゲームして何やってんの俺が話が終わんないからずっと待ってたいやいやいや終わらせてよただねその話が まあ面白いのなんかどんどんなんかねなんか夢に向かっていってる感じでほにジャンプの主人公ビうンの感じで最後に「頑張れ」っていう「いけ!」ってできるなら「キングス入りたい」って言ってたもんできるならまあやまあな頑張って。 伸び率がすごいって話すごもうちょっとびっくりしたな <laughs> その高校でだから小中でやってないのよ彼は<ー>で高校3年と専門の2年の5年間やってて、うん、で吉本入った瞬間パタってバスケやんなくなったと、うんうん、でもやっぱり今バスケがしたいって言ってまた始めて <laughs> で今、あのー、やっとちょっと当時の <laughs> 学生時代のピークの頃の感覚がちょっと戻りつつあると。あで,そ<う>で5月ぐらいにはもうまず学生の頃のピーク時には戻ってる予定です <laughs> <laughs> 県内ベスト8のシックスマンまでにまずは行くとあと2か月で <laughs>。 頑張ってほしいなマんで一番印象に残ってるのが「うまいバスケ選手は声を出さない」って言ってた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 動きが分かるから「パスパス」っていうのを言わないらしいパスとかディフェンスとかこっち声とか言うと相手に動きが読まれるからうまい選手は言わない声を出さない声を出さないってええそうなんだと思ってなるそこだからすげで ガガンン声出していこうみたいなのは俺は嫌ですってはあ俺全然感じがしたバスケのことそうパス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 みたいなねん。ダメってバレるってパスもらっていってなんぼみたいな知らんかった深い深いすごいのよ彼はそこまでやってるからみたにすごいディフェンスもあれとか言ってたもんね止めれても止めないで逆に 逆にちょっと隙を見せてそっちに誘導させて、うんはあ、であの相手がシュートホームに入ってからミスさせるみたいな,、うん、なより有利なミスのさせ方だったの <laughs> めちゃくちゃ <laughs> <laughs> そんなのもう本当にもうプロのバスケ目指してる人だったあいつはん漫画でしか,ーなんかいいでルートを限定して <laughs> もう本当に漫画漫画のセリフ聞いてるみたいだった。 もう本当に順序立てて「これは罠だ!」<laughs> みたいな <laughs> そう言ってた「罠だって気づかないでミスる選手とかもいる」つって,って <laughs> これはもう俺が誘導意図的に誘導したのにもかかわらず<う>それを気づいてないでミスって何でミスったのかなって首かしげてる選手もいるけどこれはもう僕がミスをさせたんです。う<ー>ん <laughs> <laughs> すげえな野原がこんなに喋るんだと思ったあの無口な野原があの芸風の静かにボソボソ喋るタイプの芸風の野原だったのにすごいよ彼は本当に頑張ってくれ野原頑張ってくれ俺らもバックアップするからできる限り聞きたいあと話を野原の話終わったとこで一旦 CM いきますどうぞどうぞ 笑。面白い。 はい。引き続き水曜トナイト5をお送りしたいと思います。<ー>よいしょ。ね。うん、では、このコーナー行きましょうかね。うん、漫画のセリフで当てないとしょやったー,ったーはい。はい、当てるぞ、はい、このコーナーは漫画のセリフを言って、その漫画のタイトルを当てるというクイズコーナーです。うんはい、今日の出題者は、 岩田です。ああ答えたかった。岩田が考えてきたんでね。わかりました。岩田のクイズは結構ね答えがやっぱあるんですよ。あそうですか。やっぱりいいですよ。ああわかりました。じゃあ今日もねいつも通り三問あ用意してきましたのでありがて。頑張って当ててくださいね。質問三問いいね。はい。 ちょっとちょっとベルもうちょっと近づけよやっぱその最近の主流としては一発で当てるっていうこのああまあそうね今今いっちゃってもいいしな今おなるほどね早い。何植木の法則残念一発を大事にしてああもったいないああやっちゃったホンに何それって知らない漫画でできたもん今植木の法則 有名なのいやあの手にゴミを包んだら木が生えてくるっていう能力を持ってる少年がいてそういういろんな能力を持った少年たちがなんか近所にいっぱいいるんだけど近所にいいっぱ世界中に一応いっぱいいてそいつらはもう全員神候補で神候補神様になれる存在みたいな。でそれ対決してまあ 優勝した人が好きな願いを一つだけ叶えてあげるみたいなそういう漫画がありまして優勝じゃ戦うのバトル系結局バトル系で主人公がそのあれなんだ木を生やすんだ木を生やすっていう能力ええ勝てなさそうだけどなもっと強いやつがそうでうけどまあいやもうここは俺はそんなんじゃないです情報はやっぱ欲しいなじゃあもう普通にいきますよそれじゃあ一セリフ目いきますはい で、償わせてやる。ああ<ー>。えー、なんか聞いたことありそうな。な,んかなありそう。うでも、これでは当てれないだろうな。ああ <laughs>、塩が遠いんだ、これ、はやっぱ。聞いたとしては。ええー。うんえ、な、なんて言ったっけ。俺に。俺に勝ったことを塩を持って償わせてやる。ーんなんだ。ーん勝ってんのに。う,ん,うん。勝って。そうだね。 勝ったことをを持って償わせてやると相当悔しかったんだろうね勝ったのがなるほどなんだろうじゃ超ヒント出そうかえ超ヒント超ヒントその前になんか一回超ヒント超ヒントちょっと待ってちょっと待って待ってヒント出すの早いよ超ヒントいいのじゃちょっと待って待って待って一回ぐらい答えたいなあお君が 俺に勝ったことを塩もって償わせてやる。またし、バク残念バクって漫画もあるんだ、知らないな。たかったっけなんかのギャンブルのやつ。ギャンブルいや、違います。俺に勝ったことを塩もって償わせてやる。嘘そくい。残念 まあ難しいのよこれだから超ヒントを聞いた上でこのセリフを聞くとガラッと変わると思う Z マン残念え違うかんだアームス残念違うかいやもう分からんなえ 何なのかわかんないジャンルは。流されてアイランド。残念。知らない。何あれ、女子、あれ、女の子だけしかいない。無人、まあ、島に男の子が一人漂流していく。して、なんか。エロ本?。エロ本。エロ本。エロ本では。そういう。 そうういちょっとラブコメみたいな感じのラブコメねエロ本はちょっと分かんないけどエロンの名前言うわけないじゃん今たまに言われちゃっても違うか困っちゃうエロ本はそっかそっかえちょっと超ヒント超ヒント超ヒント欲しいこの一つ目のセリフ「俺に勝ったことを死をもって償わせてやる」っていうセリフはあるんですがまあ人死なないっすこの漫画死なない全然死なない えじゃあなんで言ったんだぼう知らない？うんでもこういうこと言うやつはちょろちょろいるぐらいああえ？イニシャル D 残念ああ違うかうんそういうことじゃないかうんそうねえなんかなんかスポーツ系なのかな違うかなえそうでもないのかな鋼の錬金術師残念あれまあ死ぬっちゃ死ぬまあ死ぬよな死ぬかうん なんだろうなんかんか聞いたことあるようなセリフなんだよなじゃあもう2つ目いきますセリフ悔しい悔しいなこれなんか思いついてるいやもうさっぱりだな2つ目いきますさっぱりだこれちゃんと見てたか記憶してればもうこれですぐ当てれる可能性がある2発目いきますはいマインドスキャンえマインドスキャンなんだ もうこの反応ってことはもうもう見てないうーんそれか答え知った瞬間にあって思い出すかの<ー>どっちかだな <laughs> 一応まあ見てなさそうでもあるけどって感じかなあんこういうの,、うん、いの遊戯王 正解やった素晴らしいああ遊戯王のルール知らんし一1枚も持ってないけど当たったペガサス・ジェイ・クロフォードのセリフですマインドスキャンええんかありそうだなと思ったんだよちなみに3つ目のセリフがこれは多分当てれるように作ったセリフで今デーモンとレッドアイズを融合悪魔竜ブラックデーモンズドラゴンそこまでいったら分かるなあそうねか分かるな ちなみにマインドスキャンってあのペガサスって言って<う>あのこの遊戯王を作っ遊戯王のカードを作ったやつが<う>まあラスボスみたいな感じで出てくるんだよはい、はい、<laughs> でマインドスキャンは<う>あの相手の心が読める <laughs> 手札が見えるって <laughs> いやいやいやずるいじゃん<笑><笑>絶対勝つじゃん <laughs> あの見たことある遊戯王の漫画あなん,かなんかあんのよんパラパラ主人公の遊戯は<う>あの千年アイテムっていうのを あのー、まあ拾うというか持ってて、うん、それによって闇遊戯って言って、うん、第二の、まあ、人格みたいなのがあるのよ。はい、で戦う時はその闇遊戯が出てくるみたいな。 でも普段は心優しい普通の遊戯なんだけどペガサスに勝つには心読まれてるじゃん一旦ずつ闇遊戯と普通の遊戯が入れ替わるっていうそうするとさっき引いたカードを覚えていないから見なければわからないみたいなでも俺は「相棒は信じる!」っつってバッて出してで勝つっていうそういう感じだったなるほどなるほどね遊戯王か遊戯王でしたはい 確かに死なないな人は確かに全然死なないのよでも言いそうそうほらいいうやつ口悪いしなちょっと海馬とかめっちゃ口悪いからね海馬海馬あのブルーアイズホワイトドラゴン使うやつ聞いたことある遊戯に1勝4敗なんだけど1勝3敗かなその勝った1勝イカ様使ってるからねわずる最悪だ最悪最悪弱え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 弱いくせに口悪い口悪い はいまあ遊戯王でした1問目 1> はいでいいっすねいいっすね 2>, 2問目いきますねあもういきますね2問目はちょっと今日の中で一番難しいかもしれないですなんだうそれじゃあいきましょう一セリフ目簡単な識別の方法があります人間は無駄な動きが多いんです<ー>俺これもなんか聞いたことあるぞ知念とかは分かんない見てるか分かんないけど、うん、結構好きなタイプの漫画なんじゃないかなって俺は思うんだけどな たよしね多分ね読んでないんだよな。読んでない,い推理して当てるしかないと思う。人間は何て言った簡単な識別の方法があります。人間は無駄な動きが多いんです。無駄な動きが多いんです。うん、何でしょうなんだ簡単な識別の方法があります。うん、人間は無駄な動きが多いんです。かんないけど、もうまっぱっと思いついたやつ。うん。アジン 残念なんかジャージンとかで言いそうなセリフなんだよな違いますねええー、うんでもそういう推理いいと思います<笑><笑>ありがとうございます <laughs> そういう推理とてもいいと思います。続けてください。ありがとうございます。ええな、なんだろな。マタヤさんしっかり考えてます？すいません。いや一応考えてるつもりではあるんですけど。全然手が動いてないですよ。適当。適当かさんはい。ゼロ。残念。いやなんでだよ。なんでゼロってなる。ゼロってマグアンだ。か開字書いてる人。あ がきれなカイジね綺麗なカイジゼロのゼロっていうやつあるあるあるカイジよりちょっと高青年なサングラスの時ああまあなんか若いお兄ちゃんのやつゴルフのやったとかもあるあうゴルフのやつは多分こっちが思ってるその次のシリーズというかあははそうそうそうゼロではありませんうんね 簡単な識別方法があるんです、ね。まあじゃあ二セリフ目いきますか。ちょっとでもまあ何だろうな思いつけてるあれよね、うん、ちょっと誘導じゃないけど簡単な識別の方法があります人間は無駄な動きが多いんですって言うってことは、うん、まあこう言ってるこいつ人間じゃないよねってことでね。えなんだろうテラフォーマーズ。うん 残念,残念ああテラホーマーではない気がするのよまあな、ね。とりあえず消しとこうみたさあ、どうします ?2 セリフ目いきますかなんか何、うん、だろう目かけおなのかなうんうん分からん。やっぱちょっと2つ目ごらん。<laughs> <laughs> 分かりました。2つ目いきますね。<laughs> <目>間違う頭脳こそが完璧なんだ。もう完全に分からないわ。<laughs> なんだえっ間違う頭脳こそが完璧なんだじゃ人間に近いみたいなうん間違う頭脳こそがおいいよいいよその考えめっちゃいいよ間違う頭脳が完璧っていうことはつまり人間おおっすごくいいんーなんかつまり間違わない頭脳が不,不完全ってことでしょうん、間違った方が完璧になった つまりそう又吉の推理めっちゃ今合ってるえ鉄腕アトム」<laughs> <laughs> 残念 <laughs> でもありそうでもありそうだよ残念ですけど、うん、ここの時点で「鉄腕アトム」が出たということは、うん、もう逆説的に言うともしかしたら知らんかもしれない2人はこの漫画を単純に <laughs> <laughs> えー、<laughs> なんか、うん 手塚さんってなんかちょっとこういったシリアスなやつ確かに言うからねもうねほぼほぼ推理は合ってんのよねなんかロボット系なのかなあーやっ違うかなんか人間じゃないなんか何かなんだよねそうね完璧すぎてそう完璧超人完璧超人完璧超人なんならもう惜しいまたよしは でも出してるし<え>その考え方も<ー>知らない可能性があるってことはあられちゃんではないんだねドクタースランプそ,<れ>そんなセリフはあんの<笑><笑>ん <か S 3> 間違う頭脳こそが完璧なんだいや,いや知りやすぎるじ <laughs> ゃんでどこ,のどこのなのあれうんちとかつつくやつじゃない <laughs> <laughs> ピンク色のうんちの 一撃で地球あったりとかささあじゃあんだろうこれ多分知らないな2人多分からん最後のセリフ最後のセリフ聞きたいな最後のセリフいきますはい「アトムは失敗作だよ」あれあれえっあれアトムは失敗作だよあれアトムいったじゃんさっきそういったよ で鉄腕アトムが違うってことはなんかあったよねでもんかあった気ぃすんだよな鉄人28号残念作者が嫉妬したのかなアトムにええあこれじゃ知らないんだな二人でもアトムっていうんかロボットを作ったのなんかアトム以外で聞いたことあるんだよなそうだなんか なんかあるよ、ね、ある。っていうかもう、ね、そう、そう、むしろそれ。もうそれなんでしょそれ。それのタイトルが出ねえんだ。<laughs> <laughs> これ困ったことに。<う>困ったわ。困ったじゃあもうギブしますちょっと悔しい。ちょっと。<laughs> どうしアカマムシいっちゃおうかなそれ飲んで出てくるん疲れてるからね多分飲んで脳が疲れちゃってるから脳に糖分とね体に栄養を送れば待ってでもどっかの遠い記憶に読んだんだよそれうんきっときっとだから多分存在は知ってると思うのよその反応を見る限りただちゃんと読んでないそうだねちゃんと読む。アトムは何て言ったっけアトム失敗作アトムは失敗作だよ 固まっっちゃただだもうギブだお二人の頭脳が完璧ではないということでう頭脳こそ完璧ですね嫌なやつ俺じゃあもう正解いっちゃいますよ正解はですね「プルート」ですああ浦沢直樹さんの「20世紀少年」の次の作品読んだことはラーメン屋で読んだわプルート「コアグラの札幌屋」で ああ、札幌や。小野山公園の近くな、公園駅の近く。あ、そうなん、僕んちの。な行ったんいや、そういう情報いいから。間違う、頭脳こそ完璧ですから。そっか、イっパクトないな。まあ、あの、浦沢直樹さんが、だから、その、アトムに出てくるキャラクターを使って作った別ストーリーですから。あ、ああそうなん。プルートには浦沢直樹。うん。 えー、手塚治虫ってて書いてあるよ、えー、だからアトムも、うんえー、ウランちゃんもいるし、うん、主人公がゲジヒトっていうロボットなんだけど、うん、それもあの鉄腕アトムに出てきてるキャラクターでそのさっき言ったあの間違う頭脳こそが完璧なんだって言ったのは、うんえー、確か天満博士だったかなおーおーだからそれもあの実際の鉄腕アトムに出てきてるキャラクター,ー、えー、これだいぶいい問題ですよ <laughs> だいぶいいねほんとにあぶね本当にいやこれは結構俺も好きだから問題にしようと思いましてね悔しいなあまだ1問あるでしょあと1問ありますよあと1問あと1問ありますちょっともうじゃあもう3問目いきます3問目の1つ目のセリフいきますあいつは勝負の場での俺を知らんその辺が勝敗を左右することになれば勝つのは俺だお まあこれも難しいねこれに関してはなんだろうな、うん、覚えてないぞ全然わかんないピントは来ないかもな、うん、あいつは勝負の場でそうそうあいつは勝負の場での俺を知らん、うん、その辺が勝敗を左右することになれば勝つのは俺だまあこれはまあ一旦見逃してもいいかなぐらいむずいかもしんないあじゃあ一旦言っといていいじゃんおんいいよ一旦ねうん多<分>悪魔ゲーム 残念悪魔ゲームってんか前も言ってた気するねそうんかあの悪魔をチュール解任としてんか頭脳バトルを繰り広げるみたいなそういうやつがあって頭脳バトルなんかなああどうなんかなそうん格闘なのかじゃあ超ヒントとしては超ヒントってか超ヒント まあ、まあ、もうまず絶対に人は死なない。死なないし、ある一つのまあ、競技というか、競技競競技、技というか、まあそういう一つのもので争っているものです。だから、ただ闇雲にこのバトル系とかそういうのではなく。なるほど。赤木。 残念ーー。お、麻雀じゃないのか。モンキーターン。残念。なるほどね。赤木は麻雀でモンキーターンは、えー、ボートレース。そうボートレース。いやー違いますね。でもまあそういうことですそういうことです。ううですほう。そういうある一つのことで争ってるという。八番 <laughs> ダイバー。残念。<ー>そうだな。なんでしょう。う多分ね、またよしは見てるんじゃない。 かな分かんないこれもうあくまで予想分かんないけどっていう感じで8年も2人とも見てそうではあるあるうん俺も見てそうどっちかというと私の方が見てそうああ分かんないイメージねイメージ <laughs> 分かんないなでも <laughs> これむずじゃ2セリフ目いきますかいきましょうはい2せりますうん えー、なんか俺多分読んでないなウソ全然ピンときてないもんな今なんか俺はちょっと引っかかってる部分あるあじゃやっぱりまたし読んでるかな、うん、一度でいいこの大会一度きりでいいんだこの大会が終わったら僕は部をやめます部を辞めます、えー、部長とか監督とかに言ってんのかな <noise> はいまたよしアヒルの空 残念、ありそう。ええ、アヒルの空ってバスケ。バスケ。ああ、残念。ええ、なんだろう。ええ。なんか聞いたことあるんだけどな。大きく振りかぶって。残念。この部をやめます。やめます。ちなみに、だから、この部をやめるって言ってるんで、部活なんですけど。はい。この漫画自体は。 その学生の部に固執している漫画ではないですあではないはいまあ言ったら主人公が最初と最後にかけて、うん、まあ普通に成長するから、うん、学生の時もあるし学生卒業するし,てした後の話もあるあ,あもあるはい<あ>じゃあこれですはい、はい、ドカベン残念 <laughs> 確かにあるじゃんだってプロ野球編スーパースター編いやそうだけどドカメしかないもんなドカメって最初柔道だったんだっけそう柔道かなおまた来た来たんか思いついてるぞメジャー残念当たりそうな間だったメジャーほどしっかり分かれてないんだよななんかねあの五郎君がなんかその重野五郎君が 街道のマニュアル野球,野球,野球に立てつくところかなと思って、うん、ああそういうのじゃないですねえー、なんだうんうそうねまあこのセリフとしてやっぱりこのなんでこの一度でいいかとこの大会だけでいいかっていうと、うん、対戦したいやつがいるっていうことその大会にでで 対戦する別のの学校やつがてめっちゃヒント出すとこのまあまあまあ主人公のライバルがこのセリフを言ってて主人公が出るのよその大会にはあはあでこのセリフを言ったライバルもしかしてこれか明日のジョー残念力石矢吹ーの関係ではありません でもライバルがいるんだよねまあそうねなんだろうなんか気になったんテニスの王子様残念ああ言ってそう越前龍馬な越前と戦いたいやついそうだもんね越前は言わないもんねこんなこと言われる側だもんねそうだよでも違うんですよね最後くセリフちょっと最後欲しいな最後いこうか行きます なぜなら私はまだ神の一手を極めていないああこれは分かったぞでしょやっぱ私読んでるのよ完璧に分かった完璧に分かったこれはもうリアクションがああだってもう完全に特定するセリフが出てるもんねああ分かったわなぜなら私はまだ神の一手を極めていない神の一手うん神の一手 将棋もうどうう…うするるもも答える一年一年言っとくのちゃくのださいもうそういうことです神の一手を求めてみんなこれをやってるっていう神の一手を一手…っ、う、て、ん、神の一手しゅっぱン これんこれかんこの、これ、これ、これ、出版合ってる出版出版はいはいはい、これが、いってみますはい光の子。ま、正解ああ光の子ね。光か、光の子が。光の子でございます 神のやっったてヒント出しまくって又氏にだって気づいてたのにうわそうそうそうなんですよ読んでなかったな悔あそうなんだ又吉読んでた読んでた「神の一手」ねいやそうねえ神の一手って何あの光の碁の話をまず知らないのか主人公の光は全く別に囲碁とかできないのよ はあ、でもそのおじいちゃんの家の蔵に行ってなんか古い囲碁の番見つけてそっからなんか,なんか気分悪くなったら幽霊がついたの<笑><笑>それが「藤原の才」って言ってあの変な後ろのそう着物を着てる男のあのロン毛の女の人みたいにきれいな顔してる男なんだけどこれが平安時代むぐらいにむちゃくちゃ囲碁が強かった人でで神の一手を極めたかったと。はあ で現<う>現代のののところに現れたのよ<う>でも囲碁なんてやってない何で俺にみたいな感じなんだけど<う>まあその幽霊が囲碁打ちたい囲碁打ちたいっていうからうその幽霊の才ってやつの指示通りに囲碁打つのよ。で囲碁全くできない<う>ちっちゃい小学生がむちゃくちゃ強いのよ。おうおうおう で一番最初はそのさっきのセリフ2、うん、二つ目のセリフを言ったのがアキラっていう少年なんだけどこれはもう小さい時から超囲碁の英才教育を受けた少年だけど、うん、そいつがヒカルに負けるのよ。<ー>囲碁の置き方もなんか小石を置くようなコロンみたいな置き方をするズブの素人っぽいやつに負けて、うん、同世代でこんなにも強いやつがいるんだって衝撃を受けるのよ。うん、でヒカルはどんどんど、うんどん,ん囲碁を好きになっていくんだけど、うん、まあ自分の実力がちょっとついたなぐらいの時に。うん またこのアキラに会うのよ、うん、アキラはそのむちゃくちゃもともとは強いでも負けたからもう一回対戦したいってなって、はい、なってその主人公のヒカルと戦うためだけに。はいはい <laughs> 学校の部とかには入ってないんだけど学生の囲碁部に入って光と戦うためだけに一瞬だけ部に入りたいって言って頭を下げにくるんですよ。なるほど。なるほど。その時に光が才の指示通り打ってればいいものを途中で自分でも打ちたいみたいになって打ち出したらもうその一手を皮切りにもうダメになってボコボコに負けんのよ。 この間戦った君むちゃくちゃ強かったと今日はクソ弱いと君は一体何者なんだっていう話はどんどん続いていく読みてブックオフいきたいですいや読んでください映画デスノートの人と一緒だからねあ麗なあきれ似てる似てるオッケー分かりました以上漫画のセリフでアテナイトでした一旦 CM ですやばいめっちゃやばい 負け十二十。喋<秒> <laughs> りすぎたー。解説しすぎた。解説あるからいいよね。<laughs> 解説でどんどん頻度つながっていくし <laughs> 回収。<laughs> あのセリフはこうだったんだ。そう,そうそう。そう いやー素晴らしい問題でした。いやー素晴らしい。まだ喋りすぎて、もう時間が20秒です。ですやばいです。いや皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。<laughs> はい。また来週もやりますので、ぜひ聞いてください。お願いします。今日の放送は知念隆と、利根川ホップキンス岩田裕斗と、利根川ホップキンス又吉でした。また来週です。さようなら。